ありがとう。嬉しい。その顔は卑怯だっつーの。ああ、関節キス意識しまくってる夏樹かわいすぎ。逆に王子様のことキスで起こしてやったらビビるかな。フリじゃなくて本当にするよ。行くな。ハルさんと一緒にいたいから。アンジェンテ、僕は王子様になれない。私立水品学園芸能科、顔のいい男女が当たり前にいる状況で。あ、王子ハルくん、今日も美しい。夏樹。芸能科2年朝倉夏樹、かっこ地下アイドル。事務所の先輩の顔がレベチで良すぎる。芸能科3年土屋春、かっこモデル。俺この後事務所寄るんだけどさ。いやそりゃ王子って呼ばれるわ。絵画か。俺今ファミレスの壁の絵画と喋ってる。一緒に行かない。別に用ないんで。っていうか、うん、シンプルに近くないっすか。ゼロ距離。同じ事務所なんだし、もっと仲良くなりたいなって。まあそうですね。性的な意味で。それは話が変わってきますね。ハルさんなら相手には困らないでしょう。後輩からかって楽しいですか。うん、超楽しい。くそ、ムカつくな。俺と性的に仲良くなりたいんですよね。いいっすよ、じゃあ付き合います。ほら、ちょっとは慌てて謝れ。嬉しい。いいの、よろしくね。ちょっと待て。学校ではどこまでしていい。本気だったのかよ。もちろん、俺本当に夏樹のこと好きだよ。い、今のなし。はい、ダメです。そこに潜んでる女子生徒が証人です。知れお前ら。この人どこまで本気なんだ。学園の王子様と性的な意味で付き合うことになってしまった。いや、付き合うってなんだ。寝れなかった。おはよう夏樹。今日もイケメンだね。ハルさんにだけは言われたくないっす。眩しい。放課後は一緒に過ごそうね。付き合ってるんだし。それ本気で言ってるんですか。付き合うって。俺とこういうことしたいと思ってるってことですか。なんて、人をからかうのもいい加減に。うん、めちゃめちゃ思ってる。ガチじゃねえか。なんすかその顔。王子様がしちゃダメな顔でしょ。今のは不意打ちしてきた夏樹が悪い。どうやら王子様は本気で俺に惚れているらしい。今日はクールめな感じで撮ろっか。了解っす。あ、これつけて撮りたいんで止めるのを手伝ってください。ごめん、止められないかも。意外と不器用なんすね。夏樹を襲いたい衝動が止められない。うなじエロすぎる。クールな撮影はどうした。じゃあ俺このバス乗るんで。あ、待って夏樹、その顔。え、なんかついてます。今日もバッチバチにタイプ。なんなんだよ、バス行っちゃったじゃねえか。ごめん、もう少しだけ夏樹と一緒にいたかったから。たく、じゃあ次のバス来るまであと10分だけですよ。ありがとう、嬉しい。その顔は卑怯だっつーの。バス3本見送った。ハルさん、今日一緒に撮影。嘘だろ。まつげ長え。マッチ棒サンダースぐらい乗るだろう。
つーかアートじゃん、もう顔面彫刻の森美術館。もっと近くで。夏木、ここから先は拝観料取るけど見たい？起きてたのかよ。あ、それ期間限定の。夏希も飲む？美味しいよね。美味しいっすけど、これって関節、うん、こんなこといちいち意識してるの俺だけかよ。あ、もしかして関節キスじゃなくて直で口移しして欲しかった？そこじゃねえよ。ごちそうさま。はあ、関節キス意識しまくってる夏希かわいすぎ。ああ、ボールが。あ、夏希危ない。ハルさん、夏希怪我はない？ハルさん、顔に傷。ああ、俺は別にいいよ。よくねえよ、商売道具だろうが。夏希が無事でよかった。それより顔の傷を気にしろ。夏希が責任取って結婚してくれるんでしょ？そういう責任はちょっと取れないです。痛くしないでね。消毒液ぶっかけてやろうか。ったく信じらんねえ、モデルが顔に傷作るとか。これくらいならメイクでごまかせるよ。俺のことなんかより自分の顔もっと大事にしてください。夏希より大事なものなんてないよ。頭の手当てもした方がいいんじゃないすか。何なのこの人。手当てしてくれてありがとね。綺麗な顔で笑う春さんの右頬だけやけに痛々しくて、いつもより余計に春さんの顔をまともに見れなかった。こっちこそかばってくれてどうもっす。保健医いないみたいだし、語源ここでサボってきます。わあ、不良。うっせ。あ、やばい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 。くそ、俺このままじゃ本気でハルさんのこと。やっぱり俺もここで一緒に休んでいい？いいわけあるか！あんたは帰れ！私たちと一緒に。ごめんね、今日は夏希と食べるから。出て行きづら。あ、夏希待ってたよ。ほら座って。ここ。嬉しそうな顔しやがって。なんでこのキラキラ王子の隣に座るのが俺なんだ。どうぞ。膝上、王子どころかただの変態じゃねえか。ハルさんのこと好きかもって意識し始めてしまった。このままではやばい。本気になったところでハルさんのことだから。ごめんね、やっぱり気が変わったとか言われても不思議じゃない。夏希、今週末デート行こう。夏希と一日ゆっくり過ごしたいな。デートって、この状態でデートなんてしたらハルさんのこと完全に好きになってしまうんじゃ。今週末はちょっと予定が。空いてなくもないですけど。あれ、これもしかして手遅れか。
明日はハルさんとデート。眠れない。ハルさんライブやってる。こっちは緊張で眠れないのに余裕だな。明日までに手作りお弁当とスイーツ完成させたいから、みんな見守ってね。予想斜め上の配信やってる。エプロン助かる。ハルくんまさかの料理男子。完成まで見守るよ。顔がいい上に料理もできるとか。まさか俺のために作ってる。チョコレートはカカオ豆から作るよ。嘘だろ。ガチでクソすご豆から。朝までコース。配信は10時間に及んだ。デート当日、朝まで顔見てた相手とデートって。結局朝まで配信見てた。もうすぐ着くよ。見た目もちょっと気合い入れた。そういや、ハルさんのガチの私服って見たことないな。うわ、やっべ、俺こんな適当な格好してきちゃったけど、相手モデルじゃん。すげえブランドで固めてこられたら隣にいづら。お待たせ。早いね夏樹。俺の公式グッズの T シャツにタオルにバッグ、そんなことある。現場でしか売ってない俺のグッズじゃねえか。いいでしょこれ。いいわけあるか。着替えたら着替えたでオーラえぐいな。コンビニのシャツなのに。そんな丸腰で大丈夫ですか。せめて帽子とか。大丈夫大丈夫、みんな景色しか見てないって。おお、すげえ景色見て、ハルさん。うん、いい眺め。すごく景色のことですよね。他の客も景色どころではなかった。おいしい。冷蔵庫の残り物でパパッと作った簡単なものだけど。はあ、伊勢海老冷蔵庫に残ることねえだろ。今日はありがとう。本当に楽しかった。俺も楽しかったですよ。なんていうか、ハルさんといると飽きな。夏樹。いや、だから顔近いっつの。ハルさん。くー、寝てただけかよ。俺のために徹夜で弁当を作ってたんだな。っていうか、ビビった。キスされるのかと思った。逆に王子様のことキスで起こしてやったらビビるかな。ハルさんのウインク強。夏樹も今やってみてよウインク。一応アイドルなんだし。俺ですか。できなくて両目ギュッてしちゃう夏樹か、バッチリ決めてくる夏樹か、どっちが来ても嬉しいんだけど。付き合ってる相手にファンサは違くないっすか。ハルさん、ウインクの100倍破壊力が高かった。あ、この雑誌、この間言ってた大きめの撮影ってこれっすよね。ああ、夏樹は見なくていいよ。珍しく歯切れが悪いな。全身タイツで撮影でもしたんですか。ちょっと見てみたいかも。はあ、キス特集じゃねえか。そっくりさん。こんな顔綺麗なやつ他にもいてたまるか。大丈夫、本当にはしてないし、夏樹のこと考えながら撮ったから。真面目に仕事しろ。雑誌の撮影とはいえ、ハルさんこんな顔でキスするんだ。夏樹のこと考えながら撮ったから。解像度高え。見ないでってば。ハルさん
そんなに気になるなら、フリじゃなくて本当にするよ。雑誌と同じ、同じなわけあるか。リアリティが全然違えよ。なんて、続きはギャラリーがいないときにね。俺本当にするとき心臓持つのか。ああ、なんか片方の手が寂しいな。誰かが埋めてくれないかな。遠回しな言い方すんな。手つなぎたいならそう言えばいいじゃないですか。ちょ、やめろ。こっちも照れる。ごめん、不意打ち弱くて。体育祭。さあ、学園の王子が借り物競争で引いたお題は、来た、好きな人だ。まさかこっち来る。好きな人はちょっとここにはいないかな。はあ、空気読んだ。愛してる人ならいるんだけどね、夏希。全速力でゴールまで逃げた。夏希、公式サイトに上がってる新しい夏希の写真、ちょっと肌出しすぎじゃない？いや別に普通でしょ。指示通りのポーズしただけですよ。夏希の肌が全世界に発信されてると思うとムカつく。え、嫉妬？嫉妬ですけど。うわ、ちょっと新鮮で嬉しいかも。それはそれとして、露出助かる、ありがとうと思っている自分もいる。保存、保存。あ、いつものハルさんだわ。学園祭。お帰りなさいませ、お嬢様。はあ、執事なんて柄じゃないし。ハルさんに見つかる前に着替えたい。遊びに来たよ、夏希。秒で見つかった。夏希の執事姿、大変おスケベでございますね。執事側として参加してくるな。じゃあこっちの方が良かった。モデルの早着替えスキルの無駄遣い。この後めちゃくちゃ客が押し寄せた。運動しようかな。少しは体も鍛えた方がいいよね。プロとしての自覚あったんですね。15 16。きっつ。ほら頑張って。17。近い。夏希の顔が近くに来ると頑張れる。息を荒げながら近づいてくるな。勢い余ってぶつかっちゃったらごめんね。どことどこが。腹筋より目がバキバキになってるんですけど。映画館で映画終わった後速攻席立つ男って嫌じゃない？わかる。そういう男ってエッチの時も同じことするよね、絶対。ハルさん、映画終わりましたけど。うん、もうちょっとだけ。夏希と一緒に見れた嬉しさを噛みしめてる。あ、こういう感じか。いろいろ想像してしまった。ねえ夏希、この後時間ある？予定はないっすけど。なんだ改まって。海行きたいなって。はあ。え、海。ああ、ちょうど日が落ちる時間だね。おい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 、絵になりすぎだろ。夏希。はい。やばい、エジカルが強すぎて、ハルさんの言うこと全肯定しかできない。今まで俺と付き合ってくれてありがとう。はい、
そうっすね。お、お？いっぱい振り回しちゃってごめんね。え？何？それって一ヶ月ちょっと夏希と一緒に過ごしてきたけど、このテンションってまさか別れ話？やっぱり俺夏希とは。んだよそれ勝手に。俺の気持ちはやっぱりこれからもずっと一緒にいたいなって改めて思ったんだよね。いやーそうですか、それはどうも。ってことを伝えたかったんだけど、どうしたの？顔赤いけど大丈夫？夕日のせいです。俺もいい加減気持ち伝えないと。ハルさん。ねねちょっと、あっちの海岸にいるのハルくんじゃない？え、本当？あ、うちの学校の子かな今。あ、行くな。おい、ハルくん！もう、見間違いじゃない？行こう。でも…もう行ったよ、多分。いつまでそうしてくれてるの？いつまでって…ハルさんが、もういいって言うまでだよ。俺もずっと…ハルさんと一緒にいたいから。それって俺たち相思相愛ってこと？ここまでしてわかんないんすか？うん、わかんない。だからもう一回して。今度はハルさんがして。いいの？あ、やっぱ待って、今のなし。タイム。ダメ、待てない。確かこの間の雑誌のインタビューでハルさんが理想のキスは夕暮れ時の海岸でロマンチックにしたいと答えていた。岩に隠れて夕日は全然見えねえし、なんか散歩中の犬は吠えてるし。ハルさん、これ以上はやばいって。なんで？ここ外だっつーの。制服のズボンは砂だらけだし、王子様とは呼べないような。じゃああと一回だけ。こんな余裕がなくてダサいハルさん、知っているのは俺だけだ。一回がえぐい。せーの、アンジェンテ。アンジェンテは好きが見つかる新しい BL ボイスコミックチャンネルです。この動画を好きと思ったらチャンネル登録高評価ボタンをお願いします。アンジェンテのショート動画で僕は王子様になれないの続きを大好評配信中。また漫画版の連載もスタート予定です。ぜひそちらもチェックしてくださいね。好きなものを好きなだけ、今日がちょっといい日になる、そんな時間をあなたにお届けしていきます。アンジェンテの応援よろしくお願いします。